トーグースレース前に海馬を残すようになるに対するみんなの反応。自分で体作りができるとは賢い。休み明けの前走は4キロ減。スラッとした仕上がりだった。与えた分だけ海馬を食べる馬が、前走に関しては輸送前の海馬を少し残したと。競馬が近いことを馬が理解して、戦闘態勢に入ったと言ってました。輸送後の海馬は完食。心身ともに完成期に入ったようですと陣営。コントレイルとかエクイノックスもやってたんだってこれ。今までのドーデュースからは考えられんわ。レース前から体作り始める馬結構いるよな。え？と思ったけど輸送後はしっかり完食してんのか。こういうのって精神が成長してきたからなの？精神面が成長したってこと？お重もレース近くなると体作りしてたんだっけ？最近は馬っ気も結構収まったんだよな。確か男子小学生メンタルがだいぶ大人になったと見ていいんじゃないか。割とレースを察知して準備をする馬はいる。直前で除外になってなんでレースないんじゃって切れる馬もいる。やる馬がいることは知ってたんだが、あの大食い怪獣みたいなドーデュースがそれやるのびっくりした。割と賢いんだな。賢いんだけど大食いで寝るのが好きで女の子も大好きっていう性格が前面に出過ぎちゃってるのだ。溢れ出る本能を理性で抑制できるようになったのか、精神面も成長したんだなとひしひしと感じる。そうなんだよね。あの海馬を毛に深くまで蚊を突っ込んで食べかすも残さないドーデュースが自分で考えて残すってすごい驚き。一瞬不安になる。やるやめろ、しっかり理解できてるのは偉いって気持ちと、それでもお前は食べ続けろドーデュースって気持ちと二つある。これが初めてならどうした？だけど別に前走でもあったことなら大丈夫かなんか、引退後も北さんみたいに身体作りしそう。おかしいよ、ドーハ食べるの大好きばっけ、前回小学生のはず。みんな一瞬ちょっと心配してるの。海馬生える成長したねよドー。もしかしてそうじゃない時は逆に今でも食べ過ぎている可能性もあるのか？オンオフがしっかりできるようになっているけど。輸送後はしっかり食べるのか。輸送後食べたならよかった。2歳 G1 勝てる早熟性もあるのに、しっかりハーツ3区特有の晩成力も見せてるの控えめに言ってずるやな。そろそろピカピカの中学1年生から高校生になってもいいんじゃない？まあ優勝例外されるの嫌がってたらしいから、レース自体は理解してると思う。これもう自分でリボン結べるようになったポッケだろ。馬っ気もレースが終わってから出すことを覚えたみたいだしな。起点勝った後には出した。しかも前川助手に、ご飯食べたいのにご飯を食べさせてくれない状況に自信を追い込んでセルフで楽習ゲージを貯めてるのかもしれん。びっくりした。輸送後は食べてるんだね。輸送後には食ってるから食べ過ぎでしゃ、乗ると気持ち悪くなるから降りてから食べようくらいにしか考えてなかったりして、いやそれはそれで賢くはあるんだが、逆にそれでも調教後馬体重案だけ増えてたってことは今相当ムキムキなんじゃね。明日のジャパンカップは1から5番人気の3連複でも勝ってろ予想なんかするだけ無駄。まあ基本カッチカチなレースだからな。正直この盛り上がり方で人気薄がかっさらったらクソ面白いので、買い人気の豆馬券握りながらニヤニヤします。順当に決着してほしいという気持ちと、荒れてほしいって気持ち、心が二つある。そして突っ込んでくる6番人気スターズオンアース。俺の月曜日の気分が悪くならないようにドーデュースは適度に飛んでくれ。いっそ外国馬3頭フィニッシュで。ガチで硬いからなこのレース。6番人気以下はもう7年くらいずっと来てない。だが今年は違う。スターズオンアース先生信頼できるのはもうあなたしか、枠順は見ない。実質7枠だし別に気にしなくていいのは事実というね。逆張り結構どんどん買ってくれ、その分本命のオッズ上がるんだから。僕の本命はブレッサです。チェルビニアファンはいかなりバカにされてるの悔しいので、圧勝祈願3連単1着固定だ。おおオールストロダン買ったらぬいぐるみ出るよね。境の3着力信じて、新エンペラー3着固定で流すか、3着固定で流すってなんだよ。ここまで来たらもう全員切ったらいいんじゃないか。俺は勝負を捨てる。消去法1ゴリアット2本のババ無理走消しにブローザホーン前走原因不明の大敗消し、3ドージュース内側の1番人気でマークされまくって終わり走消し、4ジャスティンパレス調教不安消し、5シュトルーベ消し、6ダノンベルーガ消し、7新エンペラー消し、8オールストロダンやる気出してくれなさそう消し、9チェルビニア自身のナイルメール消し、10ブレッサ丈夫じゃない馬の海外帰り消し、11空手消し、12ソウルオリエンス不器用すぎる消し、13ファンタスティックムーン日本のババ無理走消し、13スターズオンアース休み明け消し、全部消えたから馬券買わない。明確な理由ないから56711でワイド買おうぜ。前走府中勝ってて、そもそも去年も4着のダービー馬状況も抜群だから、俺は同固定で流すか、泣き切って3連複か覚悟決めて3連単で悩んでる。少なくとも秋子馬三冠の祈りを込めてドーデュース単勝は買っとくぜ。ドーデュース竹豊と個人的に好きなブローザホーン菅原単勝応援馬券や、1列目スターズオンアースから2列目ドーデュースとソウルオリエンスの2頭軸マルチで、相手に2列目とチェルビニア、ゴリアット。とりあえず枠番見た限りではドーデュース、ジェスティンパレス、ロダンから勝っていくことになるかな。紐にチェルビニア、スタオンの予定。大外だろうが太め残りだろうが、私の夢は変わらずスターズオンアースです。押し通しがぶつかるんだ。
推しを買うサバレンドウジュースオーグストロダン、ウマタンドウジュースオーグストロダンオーグストロダンドウジュース。スターズかソウルが好きなのでこいつら中心で考えたい。正直言って過剰人気な気もするけど、同部隊のオークス買ってるし、桜花賞以外大敗してないから、チェルビニア、プレッツァとスタウンとチェルビニアとロダンでいろいろ組み合わせる予定。ゴリアット陣営がババへの適性について語らないの地雷臭半端ないよな。何日か前に柔らかいババが得意って言ったくらいか。ハイペースらいけるって言ってたけど、硬いババどうなんだろうな。正直スタウンより人気なのマジ？ってなる。それに関しちゃいつも通りスタウンが舐められすぎてる。双方からしてこなせるとは正直全く思えない。スローペースであんなピッチで走ってたら直前向く頃には余力使い果たしてるんじゃないか。ぶっちゃけ俺最強のスタンスの陣営が適正云々言い出してもあれだし、これでいい。ならハイペース適正は語ってるからババ適正も吹いて欲しかったわ。これで負けて日本はガラパゴス化してる。もう来ないまで言い出したら笑う。その時はロダンとムーンがめちゃくちゃ構想してて欲しいわ。ゴリアットって戦馬じゃなけりゃ凱旋門賞出たかったろうなってタイプの馬に見える。言うて同年にキングジョージと凱旋門勝ったのミルリーフダンブレラムタラエネーブルだけだぞ。適性はだいぶ違う。相変わらずエネーブルちゃん化け物。ゴリアット自体がミルリーフクロス持ってテストキャがちょい余計だけど、凱旋門賞は割と構想できたんじゃねえかなって思ってたんだ。アナトーで安城のスミヨンに過去も受けさせてもらったこと、ルカは期待してたけど人気になっちゃって困ってる。まあ買うけど。今のババだと大負けはしなさそう。どうせならパンパンの硬い両ババになって欧州馬振り落として欲しかったけど。パワーは間違いなくあるよね。61キロ背負って力のいるアスコットで勝ってるんだから。ジャパンカップとかいうカチカチ決着レース、6番人気以下が馬券内に入ってきたのは2016年が最後。2桁人気の馬券内に至っては2013年まで遡る必要がある。ベラーズールとかなんだかんだ3番人気だったんだよな。みんなジャパンカップ買うのうまい、うまくない？言うて前走でボッケリーニを突き放して干渉してたからな。検定を余裕持って受かってたんだなベラーズール。ダービーと同じクラシックディスタンスは騎手の腕が問われるからね。というかジャパンカップって少し前までは微妙に集まらない G1 のイメージあったわ。何頭かは来るけど、かといってめっちゃ有力馬が集まってくるわけじゃないというか。カチカチ決着なのこれのせいなんじゃないかなって思ってる。強い馬が有馬よりジャパンカップを最大目標にすることが増えたように思える。今回はいつも以上に海外馬に票が流れるだろうから、どういうオッズになるかわからん。22年は層が薄いと言われてて、海外馬もあるのではと言われた中で、かつ上がルメールで2番に入ったオネストでも13倍の6番人気で、今の時点の想定オッズだけど12倍の5番人気オーグストロダンだから、案外といつもと変わらないかもしれない。うちの方が多少有利ではあるけど、東京2400って舞台上基本的には能力通りで決まるから、上位人気がよほど府中ダメとかじゃなきゃ順当に決まるからってのはありそう。最近はジャパンカップか有馬のどっちかだけが増えたから、有馬見据えた仕上げだから明治の馬にそこ疲れて負けみたいなのも減っただろうし。プレッツァって頭あると思う？狙ってる、応援してるぞ。展開は向きそう。あちこちで逃げるのはこれだみたいな話聞くけど、多分逃げないよ。聞くの時は例外で、基本この馬は差し馬だと思ってるから。まず極限のスピードスタミナ勝負になるわけだが、プレッツァにあるのスタミナだけだろ。レース終わった時に、あ、4歳世代ってことを思い出すのだろうな。去年もスターズを大外枠からスタート決めて、前付けして馬券に持ってきたデュイックだし、馬券になるの期待しちゃうね。